どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォー実況やっていきたいと思っております。ただいまの達成率がですね、2段、達成率 6.4% ということで、まあ、今日もね、あんまり時間がないので、ちょっと対戦数を決めて、3試合だけやっていきたいなというふうに思っております。というわけでやっていきましょう。お相手1級の方ですね、試験飛車が得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋ウォー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録よろしく、お願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。応援のコメントとかもお待ちしております。あとはなんかお悩み相談とか私で相談に乗れることがあるかどうか知りませんが、相談に乗れることがあればちょっとぜひぜひ相談に乗っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お悩みを寄せください。はい、これで銀上がって、これ銀で取っていいよね。はい、これで、ここの歩ついていって、これもと金取り込みでいいよな。はい、これで角もらって、角銀交換、一回竜入りますか。金が浮いてるからね。で、でここを角道開ける。角道開けて今桂馬に当たってますよっていう状態なので、30秒、まあ、これで一回馬で、飛車に当てますか。はい、これでこの銀怖くないもんね。この銀怖くないがゆえ、とりあえずこれでもらっていって、もらっていって、うまくやりたい。ここに、いや、うまくやりたいな。ちょっと手がすぐに見えませんが、ここに角打ちとかある、もしかして。2分。歩がちょっと待ってよ、待ってね。ここに角打たれるでしょ。それはそうなんだよね。それはそうで、まあ、これで一回逃げておいて、飛車。死ぬ？なんか、死なないっしょ、まだ。うわ、銀が一枚欲しいな。ここに香車打つか。1分30秒。香車打って、銀もらって、ここに銀打って、これが詰めろ。これが詰めろです。これが詰めろなので、ここに角打って、これで勝ってないかな。勝ってませんか。これでこれで勝ってないの。これで銀、金打って、金打って、とりあえず銀回って、これも詰めろ、これも詰めろで、これも詰めろで、ちょっとこっからだよな。多分こっち詰んでないと思うんだよね。さすがに、角と銀だけじゃ。やべ、詰んでるじゃん。1分。これ詰んでるよね。いや、最悪。最悪だ。アホか。全然詰んでるじゃん。だめだ、まず飛車道を止めておくべきだった。何より先に。あ、アホですね。はい、やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。3級対局開始。3級マジか。嬉野流。3級と当たるほど。でもこの3級が3級とは限らないからね。この3級が果たして3級かという問題はあるので。3級じゃない可能性あるんで。いやー、さっきの痛恨だったな。1級に普通に負けていくっていうね。でも1級に負けたのは久しぶりですよ。2段になってから相当久しぶりに負けたと思います。はい、これで、あ、でもなんかこの方3級感あるな。ちょっと3級という感じがする。3級感あります。
これは3球感あるね。銀上がって、はい、これで、2分30秒。あれちょっと待って、それまずくねえか。あ、それまずくない？いや、まずい、やばい、間違えた完全に。あー最悪、ミスった。何が3球間あるだ、3球間、まあ3球の方ではあるかもしれないけど、あ、これ3球間ありますね。これは、いや、3球ですかね、やっぱこの方。3球かもしれないっす。はい、これで1回桂馬跳ねておいて、桂馬跳ねておいて、まあさすがに飛車取って負けたくないよね。負けたくないですね、これね。飛車打ちますか、とりあえず。で、これはこっちの桂馬取るか。さすがに。2分。これで、飛車浮いといて、で、桂馬で銀取っておいて、はい、これで桂打ちして、まあこれ王手だからね、飛車取られちゃうっていうことなんですが、これで一回角で行って、で、まあ一回金打つ、これ逃げればいいから、これ角に紐ついてるからね。なるほど。さあ、これで詰ませられるかっていう話になってきます。果たして詰ませられるのか。1分30秒。銀打つか。銀打って王様の逃げ道限定しておいて、これでいかがでしょうっていう、これでいかがでしょう案件にしましょう。それは歩打って、はい、これで、ここに角打って合駒してもらって、で銀打って、いやー、なんか怪しいな、これすこぶる怪しいですね。すぐに詰まないもんな。角引いてなんかこの銀、飛車銀に当て、竜銀に当てていくみたいなことある？ちょっとわかりませんが、はい、ここですね。ここで これどうなってますかね。はい、これで勝ちか。30秒。これで、勝ってる。金が打てるよ、金が打てるんで。はい、大変ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。まあ3球だったかな。この方は、はい。大変ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あと一曲やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというとこなんですけども。お前が信じた。さあ、お相手二段の方ですね。三三角空中、三三角型空中戦法が得意の方ということで、やっていきたいと思います。
さあ今日楽しく将棋ウォー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ勝っていきたい。3試合やってね、2勝はしたいですよね、やっぱり。さあこれで、飛車に銀を当てていって、さあ桂馬跳ねてくる、この歩ついてくる、この歩ついてくるか。で銀上がっといて、はい、これで1回銀上がり直して、はい、これで1回歩打っておいて、でこの歩回収しに行きましょう。この歩回収したい、この歩だけは絶対に回収したいですね。はい、という形になったので、まあこっからなんですけど、一歩交換するか、とりあえず一歩交換しておいて何かできないかな。これ角戻っといた方がいいのかな、これ。はい、これで一回引いときましょう。2分30秒。ここに歩打っとこう、もうこれ、これでこの歩取りに行こうぜっていう、取りに行こうぜっていう、そういうことですね。はい、これで飛車回ってくるよっていう風に言われてるので、まあこれ角で取っておいて、飛車回らすのは許しませんよと、飛車だけは回らせませんよという話して、これで引いていって、銀こっちに引きたいですよね。ここに、おっと、これは一回引いときますか、シンプルに。はい、これで端歩ついて、まあこれ銀上がっていってもいいかな。はい、それで、この桂馬にプレッシャーかけていく？あんまり意味ない、それ。意味ないかもしれないっす。とりあえず、角出ていくか。いや、角こうか。角こう出ていって、桂馬に当てていくっていう。ああ、なるほど、そうか。どうするこれ。銀、上がったら良くないし、一回ここに歩打って、角出て、なんかないかな。桂馬、角交換待ったなし。ここに歩打たれる。歩打たれるの嫌だ。嫌だけど、まあ、一回ね。一回。で、これで逃げていって。相手の手持ちが角。角か。ちょっとわからん。この桂馬取りに行きたいけど、どうしようかな。どうすればいいのかわかんない。下から歩打っといた方がいいのかな、安全策的には。この銀が浮いてるのか。両取りになってるんだね。あー、そっか。じゃあ桂馬取るしかないか、これ。桂馬取って、これ角なってくるのが、角、そうだよね。はい、これで一回桂馬打っておいて、でもこれあれか、と金作りが厳しいじゃん。これ見えてなかった。そこ見えてなかった。そこ見えてないのちょっとやばいっす。どうしよう。わかんない。一回金打つ。桂馬？一分。むずいな。むずいというかまずいな、普通に。普通にまずいっていう。
なんかまずい気しかしないっすね。まずい、まずいですね、これね。まずいぞ。なんか攻撃の手筋はないのか。そっちか、そっちに逃げるのか。どうする？これで、一回打って桂馬もらっておいて30秒、桂馬打ってみるとか。意味ないよね、この手ね。全然意味ないから。いや、どうしよう、マジで。時間ないし、20秒時間はない。とりあえず、とりあえず引いて銀守りに使っていこうぜっていうので。やばい、飛車道止めるの良くないわ。飛車道止めるの絶対良くない。とりあえずここに桂馬打とう。もう時間勝負になっちゃった。残念ながら、残念ながら時間勝負ですね。10秒。はい、残り1秒。負けた。時間切れがち。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。まあ、ここに銀がいたから、かろうじてまだ積んでなかったかと見せかけて積んでるっていうね完全に負けていたっていう。まあ、ただ無事に勝利できて、まあ、勝負には負けたけど、試合には勝ったっていう感じですかね。さあ、達成率が最初 6.7% だっけ、6.4% かから 7% に若干上がりました。若干上がりました、皆さんありがとうございます。というわけでですね、この調子で少しずつ達成率上げていきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今回もありがとうございました。お相手は私ヤードでございました。お疲れ様でした。